約 -25 は、後退翼及びターボジェットエンジンを備えた、迎撃機、偵察機である。ソビート連邦で使用された。北、大西洋条約機構が使用した、NATO コードネームでは、フラッシュライト A 及び、マンドレークと呼ばれた。約 -25 は、もともとソ連の北部と東部地域を防衛する長距離迎撃機の要求から、開発された。複雑。 双発のジェット戦闘機とその派生型の偵察機の使用は1951年8月6日に発行された。この機体は新しい AM-5 ターボジェットエンジンを装備する予定であった。試作初号機の約 -120 は1952年6月19日に初飛行を行った。新しい設計では胴体の内部空間を 搭乗インスペースと相当量の燃料を搭載するスペースに割り当てるため、エンジンは主翼に喧嘩するポット内に収納し、膠着装置を翼端及び胴体に直列する自転車式の配置にすることで、無給油で約 2560km の航続距離を持たせることができた。大きくずんぐりした形状の機種、レドームには空中迎撃レーダーを搭載しており、武装として、 各50発の弾丸を有する2門の N-37L 機関砲を備えていた。いくつかの顕著な問題があったにもかかわらず1953年に量産許可が下り、最初の機体は1954年に生産された。約 -25 と命名された初期生産型は翌年に配備されたが、ソーコールレーダーの問題のために作戦運用ができる状態にはなかった。 このため初期型は代替として RP-1D イズムルート標準レーダーの改造系を使用した。ようやく RP-6 ソーコルが使用可能となるとこれを搭載した新しい機体は約 -25M と命名され、1955年1月から配備が開始された。約 -25M は機関砲のリコイルダンパーの装着。 改良型の AM-5 エンジンへの換装、搭載燃料の多少の増加といった、いくつかの改良が施されていた。1955年と1956年に、数機の約 -25M が、ソラ対空ミサイルのテストベッド機に改装された。約 -25 の派生型である、高高度偵察機約 -25RV が1959年に、開発された。 この機体は全く新しい長さ23.4メートル、翼面積55平方メートルの直線翼の主翼を持っていた。胴体にはカメラ、センサーパックが追加され、機関砲が一問残された方があった可能性がある。高高度での少なくないエンジンの不具合、角の振動、搭乗員に重労働を強いる質素な装備機器といった不具合のために、 低翼面荷重であったにもかかわらず、約 -25RV の高高度性能はせいぜい許容範囲内といった程度であったが、ソ連空軍はこの機種を1974年まで使用し続けた。放射能汚染測定のために特殊センサーを装備して1970年代以末に使用された数機は約 -25RRV と命名された。 約 -25RV を高高度迎撃機型約 -25PA とする開発の努力は実らなかった。派生型約 -26 は爆撃機として開発されたが、わずか9機しか製造されなかった。1961年に高高度標的機として軽量化した約 -25RV の派生型が製造された。この約 -25RVI は、 武器を使用しない迎撃演習時に使用する有人標的機として、また約 -25RV2 は遠隔操作ドローンとして使用された。406機の約 -25M と10機の約 -25R 偵察機を含む483機がサラトフの工場で生産され、これに加えて155機の約 -25RV、高高度偵察機が生産された。 約 -25RV マンドレーク約 -25 は1955年7月に辻野で展示され、NATO コードネームフラッシュライト A を与えられた。1955年から防空軍部隊に配備が開始され、操縦の容易さによって搭乗員から人気の機体となった。中期の際の設置状態では、エンジン位置が低いことに禁するエンジン損傷が頻繁に発生したために、 整地された滑走路が必要とされたが、創発機であったために致命的な事故に至ることはほとんどなかった。1963年から退役が始まり、最後の約 -25 系撃機は1967年に退役した。偵察機型のマンドレークは1970年代末まで様々な任務についていた。冷戦時代のその他多くのソ連防空軍の 迎撃機と同様、約 -25M は、ワルシャワ条約機構加盟国や他国へは、輸出されなかった。約 -25 とを命名された、航空機は1947年の軽戦闘機の試作機にもあった。共作でミ、ミス -15 とラ -15 に敗れると、最初の約 -25 の開発計画は破棄され、約 -25 の名称は、 新しい迎撃機に再利用された。この最初の機体については、約 -25 の記述を参照。約 -25 フラッシュライト約、約 -25RP-1D、イズムルートレーダーを装備した最初の量産型。67機製造。約 -25B 計画された約、約 -125 戦術核爆撃機の試作機の量産型。 約 -25M いくつかの細かな改良と、AM-5A エンジンへの換装、新しい RP-6、6ソーコールレーダーを搭載した、基本量産型。406機製造。約 -25MG、25 M 約 -25M の中には、地上用撃艦製任務用に、地上基地から完成できるように、ゴリゾーンとマイナス1装置を装備した機体があった。 約 -25RV マンドレーク約 -25RV などコードネームマンドレーク新しい主翼と胴体にカメラとセンサーパックを搭載した高高度偵察機型。機関砲一門が残された機体もあった。155機製造約。25 RR 約 -25RR 約 -25RV 放射能汚染を測定する特性センサーを装備約 -25。 RRV 約 -25RV 特性のシント投与センサーを装備約 -25RV、I 実弾不使用の迎撃訓練用の有人標的規約 -25RV2、実弾迎撃訓練用の遠隔操縦標的規約 -26 から3、約 -27P と,27と、約 -27V 約 -25R と、 約 -125 約 -2AM-11、エンジンを2機の AM-11 に換装した偵察機と戦術偵察機の計画機。R-11 がミグ -21 用に割り当てられたためキャンセル。約 -13 約 -120 の前任の機体。製造されず、約 -25 契約 -25M から機関砲を外し、 リズムルートレーダーとエンジンポットを内側の主翼下に装着した4発の RS-1U レーダー誘導ミサイルで構成される約 -25K-5 並走システムを装備。小数機が製造。約 -25K-7L 約 -25M の K-7L ミサイル用テストベッド機。この並走は配備されずこの型の開発も破棄された。 約 -25K-75、25 75約 -25M の K-75 ミサイル用テストベッド機。この兵装は配備されず、この型の開発も破棄された。約 -25K-82 機の約 -25K が2発の K-8 ミサイルを搭載する約 -25K-8 兵装システムのテストベッド機に改装。 2機の約 -25M が K-8、ミサイル搭載テスト用に改装されたが、約 -28P が登場したために開発中止。約 -25L 射出座席のテスト用、テストベッド機。約 -25MR 海上偵察機の試作機。約 -25MSH 無線、操縦式標的機の試作機。新機に量産はされず、 既存機の退役後に多数が改装されたが、MSH という名称は付されなかった。約 -25PA、25 PA 約 -25RV の高高度気球迎撃機型。試作機のみ。約 -25R 二人目の搭乗員用に、ガラス張り機種と2機のカメラを装備。23mm 機関砲で武装。全量産型が10機製造。コード名。 マングローブ約 -26 戦術核爆撃機用の開発機。旧機製造。約 -120M ミクリン AM-9A に乾装し、武装とアビオニクスに改良を加えた約 -120。約 -120MFRD-9 回。エンジンのテストベッド用に改装された約 -120M。約 -122 機の RD-9 回。 ターボジェットエンジンを装備した約 -25 から発展した戦術偵察機の試作機と約午前2時 -11 計画機。この機体は約 -27R 戦術偵察機の試作機に転換された。約 -123、約 -26 戦術核爆撃機の試作機。約 -125B 特別喧嘩並装を装備した約 -25。 B 戦術核攻撃機器の試作機に設計局が与えた名称。約 SM-6K-6A のテスト用に改装された約 -25 ミサイルの開発がキャンセルされた後で他のテスト用に使用。2機製造。ソビエト連邦。ありがとうございます。